そうだ、今日一つ救急隊として任務があるんだが、ランプを見かけたら、必ずコラボにしろというふうに連絡をするといい。コラボにしろ？コラボにコラボしにろ？しろ？コラボにしろと言ってくれ。それはもう約束をしてくれ。橘です。大丈夫か？今大丈夫か？ああ、どうかされました？コラボにするのか？結局。いや、しませんよ。なんで3D 決だ？済について教えてくれるんですか？いや、まだそれは好きにしろ。コラボにするかどうかを聞いてるんだ、私コは。ラボにはしませんよ。クレダメジッだトぞ。カードを貸してくれる気になったんですか？そんなんない。コラボにするんだろ？コラボにはしませんよ。絶対にしないのか？絶対にしません。ああ、大変なことになるからな、そしたらな。もうどんなことになるんですか？それはもう自分の身で噛み締めて OK、それは。よし、聞いた。意味がわからへんって。何の中身もなかったけど。まあ、要は、3D だか決ら、済とクレジットカードだけ分かった。あいつはな、なんかとあるコラボ PC を、だから、変えなかったんだろ。いや、四葉のコラボ PC があるんだ。いや、それをだから買いなさいという話をしてるんだ。買えばいいだろ。で、3D 決済ができなかった。そうだ。ただ、あいつは、だから、コラボじゃないやつを買おうとしてるんだ。どうして、そんなな。んでそんな落ちるんですか？いや、だから、わからん。それは、考え、わからん。それは知らない。でだも確かから、に、別れた時気まずいもんね、持ってんそうの。だろ？いや、それは関係ない。わかるわけない、あいつらが。そうか。そうだぞ。あ、ちょっと待って、乱歩か。乱歩か。あ、別そうだれぞ、る乱歩もだクソぞ。もないわ。そうだぞ、別れるわけないだろう。あ、ちょっそんなとす付きみ合ってないんません、だ勘か違いしてました。そうですよら。そうだね。ろ？乱歩あー、だそうだぞ。そうだ、乱歩だ。乱歩の話してんだ。誰だ、おさむっそうだて。よ。そんなやついねえよ、この街に。いるいる、いるよ、いる。いるよ。いるけあ、いど。るか。コラそう、ボにし道理で話が噛み合わなかったわろう。いや、けだ。もう、まあ、正直、乱歩もそうだし、おさむに会った時でも、コラボにしとけと言っときなさい。何そもししてあいとつけ。は今もう 3D セキュア決済を何回も入力しようとして、すでに失敗しまくってロックがかかっなんてるで状それ態だ。は。なんで。ロックが解除されるまでは、やつはまだ PC を購入できない。い 支払い、滞納してない、大丈夫。や、大丈夫だ。あいつはもうパスワード入力をもう連続して失敗だけしただけだから。アホや。自業自得なよ、それは。ぽいけど。やだりからそうこやそけだ。ど、だあいから、つ。今が、だから、今しかないんだ。別できに、るもうな。口座引き落としとかにできないの？いや、できると思う。振り奴込みはとどうしかてさ。そんなに頑張って、わからん。ね、クレジットカードにこだわる必要は別にないんじゃない？まあ、そうかもしれないな。だから、こだわり、まあ、ポイントを貯めたいのかもしれない。い ポイントのために。や、でもあれだぞ。高い買い物だからな、ポイントは割確とか入っに。てくるぞ。別にパソコン壊れてないでしょ、そもそもあの人。いや、あいつはなんかもうガタガタっぽい。だって、2週間前に相談が来て、その時いろいろとスペックについて話したんだからな。今朝もまた来たからな、やつは。もう限界やん、もうそれは。そうだぞ、もう多分本当にガタガタなんだろう、やつは。え、実際彼の使ってるパソコンは限界なんですか？いや、多ど分んぐり限さん界でだす。ぞ。あ、限界なんだ。まあ、限界というか、やつは、セカンドストレージが、確か 4TB のハードディスクだった。だからもうだいぶ終わってる。終わってるんだ。いや、まあ正直スペックを聞いた感じ、いや、別に CPU はそんな悪くないんだ、正直な話を言うとな。だからもうそれ以外が終わってるんだ、大体。だからもう変えてしまえっていう話になった、結局。で、その場に、だから、四つ葉も変えるっていう話だった。だって言わ3せ。人で話してたんだよ、四つ葉とおさむで。あ、だからもうそしたら、もう四つ葉がコラボにしようよって言うもんだからな、あいつは。あら、いいんじゃないかって話、別にスペックも悪くないし、値段も別に悪くないし。だからもう、おさむが、なんか、じゃあコラボにするかって言いそうになったんだけど、でもやっぱり嫌だって言い出してな。だからもうその後、大体30分ぐらい、いや、コラボにしようよみたいな話をずっと目の前でするもんだから。無駄な時間やな。まあそうだろ。まあ別にいいんだ。だからそれは、だからもう好き、もう2人はもうだから、付き合ってるから好き勝手するといいが。つまり私が言いたいのは、コラボにもうそこまで来てるんだったらしなさいと。そういう話だろ。まあせっかくならね、そうだ。買い替えるなら。めそうちゃいうくちこゃとだだ。もん。
ありがとうございました。ちょっと待って、連れて帰るぞ。あ、俺も行こうかな。3人で行くぞ。はい。すいません、コラボがどうのこの聞いたんですけど。いや、しません、コラボは。でも車出せるか？あれ、ランポさん。はい。なんかコラボが。こないだ。はい。コラボにしないんですか？そうだぞ。こないだは何の。いや、でもコラボが。こないだはどこにかかってたんですか、今。いや、でもだからコラボが。そうだぞ。はい、いや、しないです。普通のにします、俺は。コラボにしないの？だから、何の話をしているか分かってるんですか皆さんは。そうですね。コラボにしないのか、コラボにしないのか。だってコラボにしないのかって。コラボにはしません。いや、本当にいいのか？本当に大丈夫だと何度もお伝えしています、一旦ちょっと考えておけ、それは。いや、考えてます、何度も。考え直した方がいいですよ。そうだぞ。なんでですか？見てみろ、金持ちの鳥の方がこんなに言ってるんだぞ。じゃあ逆に聞きますけど、皆さんコラボにはしないんですか？もちろんだ。しません。俺たちは、だって俺たちはやって変な話じゃないですか。俺たちじゃないです、コラボにするのは。何の話ですか？なんで皆さんは違うのに俺はコラボにしなきゃいけないんですか？いや、それはコラボだろ。二人でラジオにも出てんのに。ラジオ？ラジオだと思って。なんかまた、なんかがあるのに。なんかせっかく早起きしたのに。せっかく早起き、俺のツイートじゃねえか。せっかく早起きしたのにじゃないし、早起き頑張っただし。せっかく早起きしたのにコラボにしないんだって。いやいや、コラボにした方がいいじゃん。あれ俺じゃないんで呼ばれたの。ちょっと何言ってるか分かんないですよ。とにかくコラボにしてください。じゃあ、まあ一旦コラボでいいか。じゃあ、いや、大丈夫です。まあ、早く、警察署に送ってください、俺は。コラボでいってらっしゃい。だからコラボだな。コラボでいきましょう。うん。コラボで大丈夫そうですか？じゃあ。大丈夫みたいです。はい、じゃあ、一旦コラボでいってらっしゃい。はい。じゃあ、コラボですね。はいって言わないと、連れてってもらえないのか、警察署まで。コラボじゃない感じです。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。コラボ、コラボ、コラボ。そうですか。これ、ちょっと、どんぐりなんだが。ちょっと、一番無線で何やってる、おい。ちょっと、ちょっと待ってくれ。どうした？まあ、この、口頭で言う。ここにいるけどな。大丈夫か？お帰り。あ、すいません。大丈夫か？お帰りください。ちょっとあれだ、大丈夫か？お引き取り願います。落ち着け。大丈夫か？大丈夫か？大丈夫か？ランポにな。ちょっとコラボにしてほしいということだけ伝えておいてくれ。コラボ。どうだ。コラボ。以上だ。無線で言っていい？それ。帰ってください。早く。無線の方がいい。ランポにちょっとコラボにしないから話だけしておいてくれ。コラボってなんだ？コラボ。大丈夫だ。もうそれはもう多分言えば本人もわかるからな。